はい、皆さんこんにちは、マダリグルビチです。今回はプレイステーションのゲーム帝徳の決断3パープキット真珠湾攻撃シナリオの続きをプレイしていきたいと思います。いわゆる史実の真珠湾攻撃、これがですね十分な戦果を上げられなかったので一旦後方に撤退、補給をした後ヤマトと合流、第二次真珠湾攻撃を仕掛けていきたいというふうに思っています。では投入する戦力、ご紹介しておきたいと思います。先行しているのは潜水艦隊です、この第三艦隊が先行してハワイ近辺で哨戒活動を行っているという状態です。水上艦隊ですが、まずは第10艦隊、これは巡洋艦4、駆逐艦4からなる艦隊、陸戦隊を用意してあります。そして第4艦隊、これが巡洋艦駆逐艦からなる艦隊、これも同じくですね陸戦隊を用意してあります。そして主力となるのが第1艦隊、ここにはですね、戦艦ヤマトを当然配備してあります。このヤマトの火力をもってハワイを一撃のもとに粉砕すると、そういう作戦になります。ここも陸戦隊を積んであります。そして航空機を補充した機動部隊、この第2艦隊にはですね正規空母6、さらに全部の航空兵力は350機以上と大兵力を要していますので、これでまずハワイの、飛行場、これを全部叩いた後敵の空母、敵の戦艦、これを叩くという作戦になります。まずはあくまでもハワイの、飛行場、これの破壊が第一目標になります。では時間を進めていきます。はい、真珠湾方面の攻撃展開中ではありますけども、マレー方面の方はですねイギリス軍の第3艦隊、空母2、これを撃沈しています。戦艦5が残っているので、これを回避しつつですねマレー半島の制圧という意味ではペナン、これを、取っておきたいと思います。ではいよいよ作戦回帰、ハワイ沖に、艦隊到着しつつあります。先行していた潜水艦隊、これがですね、敵の攻撃にさらされているという状況ではありますが、本体主力が到着したのでここから一気にね、ハワイ、まずは飛行場の破壊、その後敵艦隊、そして最終的にはハワイの占領まで持っていきたいと思います。さあ敵の空母を発見しています。ただ敵の空母を狙うというよりかはここはですね、先に敵の基地の航空隊、これが一番怖いのでこれを徹底的に殲滅したいと思います。全389機これを出撃させます。目標は敵の飛行場。さあ敵の直縁、いわゆる守備用の飛行部隊、航空戦力が出てきてますね。こちらは敵を気にせず、まずは第一目標飛行場、第二目標敵の守備隊、これをね、徹底的に殲滅して回りたいと思います。敵の飛行場、このハワイの、大航空戦力を塞ぐための飛行場、これを、壊滅的な状態に追い込むことによって、機動部隊は敵の空母、戦艦、これに専念できますし、ヤマトをはじめ、突撃部隊に関してはですね、敵の基地に集中できるということがあるので、機動部隊と戦艦部隊で役割を、明確に分けて戦っていきたいと思います。はい、敵の飛行場を破壊、さらに守備隊も約4分の1撃破ですかね、味方の航空隊は11機損失というところです。この後は陸戦隊も投入しつつ、まさにね、地上戦というのを展開していきたいと思います。ちなみになんですけども、機動部隊はこのハワイの北から迫ってます。で、主力部隊はハワイの左側ですね。西側から一直線に突入するということで、
機動部隊がね、より危険にさらされないような、艦隊の展開というものにしてあります。ヤマトも敵艦隊と遭遇してますが、まだね、本格的な攻勢には至っていません。ニミツ指揮率いる第三艦隊、これが、ハワイ近辺に展開しているのを確認してます。第三艦隊は敵の空母を発見してます。まあ、巡洋艦中心の第四艦隊なので、敵の空母を戦艦が仕留められるとはちょっと思えないんですが、ここは、まあ、優先して陸戦隊をね、ハワイ本島に上陸させるというのをやっていきます。まあ、うまくですね、先行していた潜水艦隊に敵が引きつけられてくれているので、ここまで主力部隊、機動部隊ともに、そんなにね、損害なく進んできてますね。アメリカ軍の、巡洋艦4、駆逐艦1の部隊ですね。これ、もう、撃破しておきましょう。ヤマト、本格的な戦闘という意味では、初陣になるかなと思います。まあ、しっかりここで勝ち切ってですね、ハワイ本島攻略戦の弾みをつけていければいいかなと思うんですが、敵は離脱していきました。ここもニミッツの艦隊でしたね。続いて敵艦隊が展開中というところですが、ここはどうしようかな。ハワイ本島への攻撃を優先しましょう。ハワイ基地にいよいよ艦砲射撃を含む地上戦というのをやっていきます。まだね、敵の飛行場完全破壊していないので、ちょっと危険を伴うんですが、洋上にいてもですね、敵の艦隊攻撃を食らって、輸送船ごと陸戦隊が葬り去られる、そういうリスクもあるので、まあ、ここはね、もう突入をしていきます。ではご覧のような形で地上戦を展開していきます。続いて機動部隊から、航空隊、さらに発艦発進させていきましょう。航空隊による攻撃、これは2回目になりますね。敵の飛行場はもうあと一つのみ。敵の陸戦隊、守備隊も数多いというところもあるので、ここは広範囲に攻撃を仕掛けて、上陸している味方の陸戦隊、これを支援していきます。敵は、航空隊は上がってきてますね。数がちょっとわからないですが、まあそこまで多くないと見ていいと思います。はい。敵に深刻なダメージを与えていますが、まだ守備隊56と多いですね。引き続き航空隊による支援、およびヤマトをはじめとする水上部隊の艦砲射撃による陸上部隊の支援、これを行っていきたいと思います。ではヤマトもですね、ここでいよいよをもってハワイ真珠湾へ突入をしていきます。ここで決定的に敵基地に大ダメージを与えて、陸戦隊による占領、これをね、できるだけ早く行っていきたいかなと思います。はい、守備隊の数25まで打ち減らしました。もう一押しというところまで来てますね。アメリカ軍の航空機がヤマトに迫っています。これうまく回避してくれたので、このターン、
12月26日、クリスマスの翌日、ここでハワイを占領できそうな目処が立ちましたね。しっかり敵の艦隊をかわしきれたので、このまま行けば、無傷でヤマト、そして機動部隊、無傷でハワイ占領できそうな流れが作れてます。では、ハワイに対して、ヤマトの艦砲射撃、もう一発ね、浴びせておきたいと思います。守備隊が残り12。ただ、我々の進行隊も5というところで、まあ、かなり厳しくはなってきているので、ここで晴れてくれれば、航空隊を発艦させて、敵の守備隊を全滅させることもできるかなというふうには思います。はい。ハワイ、守備隊全滅させることができました。これで石油6万、物資4万という、まあ、本当にね、潤沢な資源を備蓄していたハワイを攻略することができました。これによってアメリカ軍の太平洋艦隊の行動を著しく制限できるので、しばらくは戦力を立て直しつつ、周辺に展開しているアメリカ軍の艦隊、これをですね、駆逐して、盤石なものにしていきたいというふうに思います。はい。というわけで、ハワイ攻略戦は完了していますが、せっかくなので、この続きもプレイしていきたいというふうに思います。このまま続行ですね。では、その様子は、次回ですね、お届けをしていきたいと思います。